はい、というわけで遠征2日目の、夕方は、太田藪塚にありますダイニングマサボーさんにやってまいりました。こちらでは、楽しみながら、何かしら食べていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、というわけでこちら準備ができました。今回食べるのがこちらのデカ寿司になります。昼に大食いをしたので、今回は控えめの重量で食べていきたいと思います。それではいただきます。まずこれかアナゴかな。アナゴ、すいません、はい、お会計お願いします。おいしそう、めっちゃとろとろでうまいっすよ。じゃあ次、タコタクでいくか。この巻き寿司、多分タコタクですね。醤油ですね。俺も今日、すごいことがあるんだ。カナダって、すごいっすね。はい、あのね、スペインパンなんだ。めっちゃトロットロでうまい。次、メガマグロ。めっちゃでけえ。やば。めっちゃうま。もうね、もう寝てやがもうとろけるじゃあ次、サーモンいくか。持ってて大丈夫ですよ、もうそのまま。サーモン、ごめんね、持ってて大丈夫です。サーモン、でかいのを作って、それからつまみつけて、はい、はい、まず、取っちゃった方がいいですね。何やってんすかね。あ、そうなんだ。もう目つぶってしまいますね。それでこれ中トロか大トロかどっちか。あ、ご飯が、なんかやっぱり足立が一番安く感じる。ものすごく高い正解。遊びたくてじゃなくて、あとは別にそっちいくら。いくらを口の中に入れたら、めっちゃプチプチ食感でめっちゃ美味しいです。あ、これになんで分かったんですか。絶対そうだ。なんか移動してたから、絶対こうさ、いくらだと思ってた。マジでさ、あ、見ちゃった。つまんねえ。海苔が。
新鮮な刺身とあとイクラもめちゃめちゃプチプチ食感で、アナゴもめちゃトロトロで、も油も乗っていてめっちゃ美味しかったですね。昼に大食いしたのもあり、まああまりお腹は空いてなかったですけど、まあ、なんとかっていうか、まあゆっくりと美味しく食べることができました。いやめっちゃ美味しかったです。そうしました。